こんばんは、水瀬とわです。よろしくお願いします。本日はスタジオライブにお越しいただきありがとうございます。そしてこの間8月26日に、舞台見に来てくださった方々も本当にありがとうございました。私ヘレナという役をやらせていただいたんですけど、ずっとねこんなプン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 してるような役だったんですけど、よく手もハケもなんか走って出たりすることが多くて、舞台の裏がすっごい真っ暗なんですよ。本当に壁も人もどこにいるか自分もどこにいるか分かんないぐらい、ずっと目つぶってるぐらい真っ暗だったんですけど、なんか勢いよく走ってはけたら目の前に壁があって、両足膝壁にぶつけちゃって、ちょっと今日たまたまさっき気づいたんですけど、足出す衣装でたまたま膝こんにちはしてるんですけど、両膝青タン作っちゃいました。恥ずかしい恥ずかしい。なんかねこっちの膝本当にすごくて、出来たてほやほやの時になんか3色ぐらいグラデーションになってて、何色だったっけ、なんだろう、紫、青、緑みたいな、めっちゃね綺麗なグラデーションだったの。人間ってこんな綺麗なグラデーションできるのみたいな思って写真撮っちゃいました、思わず。私小さい頃からずっと膝が綺麗なことなくて、必ずどっかに青タン作ってたんですけど、だから今なんか青タンできてもそんなに、あー、青タンできちゃったショックだなってなかったんですけど、今なんか治ってきて口だけ残ってるんですよ、なぜか。でなんかずっとあやにカラコンみたいって確認されてます。ひどいね。最近口ありのカラコン2人でなんか気に入ってて、これ欲しいねとか話してて、あ、めっちゃ可愛いじゃんみたいな、バカにしてきます。早く治るように頑張ります。ちょっと見納めしておいてください。ちょっと次は怪我に気をつけながら、舞台もね、いろいろ頑張っていきたいと思うので、9月もたくさんイベントあるので、皆さんぜひ来てください。次歌う曲は、ワースタさんの最上級パラドックスという曲を歌わせていただきます。聴いてください。
集合お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。ここで告知をしたいと思います。はい、9月の4日スマイライブがゼノンさんであります。そして9月の7日スノロジンジャー祭りがあります。そして9月の9日スタジオライブがあります。そして9月の24日レッドライブがあります。イエイ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 。9月7日グリーンランドでのステージがあります。そして10月の21日もスタジオライブがあります。皆さんぜひお越しください。お待ちしております。お待ちしております。ではそのままとは締めの方お願いします。前回やられたからね。そうだ、そうだ、やり返します。そうだった。なんだっけ、チェキとはい、そうそう、1枚ライブね、ここのね、あの、大人組なのか一応今まだ中学生すいませんでした。あの、ここ、ハニポニとアヤとトワル、アヤとトワルで呼びだよ。その、個人、あ、個人的にね、ごめんので、そう、そう個人的に明後日か、あ、集まりました。ここで出るのでね、ぜひ皆さん明日、明後日にあるので、ぜひ来てください。ぜひお越しください、はい、ということで交流会&チェキ撮影会スタート。